ありがとうございます。フィフスメン、再び元町に戻ってまいりまして、1曲目はダックスープという、アートブレイキーの曲をがやっている曲をお届けをいたしました。派手に開幕をしたんですが、久しぶりにこんなにいっぱいのお客さんに恵まれてですね、我々も下半期も頑張らないといけないなという感じでございますが、今日は曲数が多いですね。多いよね。というわけでもうさっさと行きたいんですが、休憩は大丈夫でしょうか。いけるね。続いての曲はですね、皆さんご存知だとは思うんですが、トランペッターの黒田拓也さんという方が書いたのかな、そうね、が書いたかやってるかちょっとごめんなさい、調べきれてないんですが、最近終えてないけど、いつの報道ステーションのオープニングだっけこれ。前ぐらい、1個前、黒田拓也さんが、報道ステーションの主題というかテーマをやってた時の曲でございます。スターティングファイブという曲をお届けしたいと思います。Thank you.
素敵なイントロありがとうございました。スターティング5という曲をお届けいたしました。ここでメンバー紹介をしてしまおうかなと思います。まずはですね、もう向こうからいきましょう。ピアノです。本日の会場の大半は彼のファンなんですけどピアノフォルテ、おしゃれ男子島田颯、この前ですね、6月の28、この前って言ったってだいぶ最近なんですが、梅田のオールウェイズの方でですね、私と、ピアノのデュオをやったんですけれども、それにもお越しいただいた皆様ありがとうございました。人数が増えてだいぶ安心するな、デュオやった後だな、ね、いいですね。そんな彼でございます。そして、真ん中にいるこのでかい、私はずっとインテリアクザと呼んでますが、前畑優作ベースでございます。こう見えて彼女の写真を待ち受けにするなど大変可愛らしいところがあるんですが、いやいいですね
動揺してなく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 はい、そんな、いかつい風貌の優しい男でございます。そして、本当のおしゃれ男子はこっちかもしれません。トランペット笠山隆博。一人暮らしなんですが、実家から米がどんぐらい届くんですか？30キロ。実家が京都の北部、農業が盛んなとこ。いいですね。30キロも届いたらもう行きの車の中で話してましたけど、ほぼ小学生4年生ぐらいいや本当にもう一人暮らしになるとお米届くのってめちゃくちゃ助かるんですよね。いやそんなサングラスをかけたイケメンでございます。笠山隆博、トランペットでございます。そして気温よりも太陽の高い男、広瀬純也。見えますか？これなんだか分かります？いや最初ヘッドホンかなと思って聞いたら首にかけたまんま。あ、今はまだ暑くない。あ、ギリ。もうこの首にかけるタイプの扇風機と、あの手に持つタイプのあのちっちゃいやつですね、あれ2台持ちですごいなと思うんですけど、本当にあのなんかね、何でしたっけ、これ以上の太陽になったらここ入れませんみたいなブザーが鳴りっぱなしになる男ですね。平熱がもともと高い、37度ぐらいある。そんな激アツの男の激アツなソロを先ほどお届けいたしました。広瀬純也でございます。そして毎回当たり前のようにマイクを渡されるんですが、別に固定 MC にしたいわけではありませんでして、テナサックスの石脇サンタでございます。よろしくお願いします。あんまりライブでは眼鏡をかけてこなかったんですが、最近あのとうとう楽譜があんま見えなくなってきまして、あの楽譜が見えないと学校では黒板が見えなくて、ずっとこうやって見てるような、こうとかね、目の悪い方は分かると思うんですが、ちょっと眼鏡をかけての参戦となりましてですね、イメージが変わった私も愛してくださいということで、続いての曲でございます。次は、まあ言うほどスイングでもなかったけど、熱いラテンの、ラテン、これはジャンルは何だ、まあちょっとラテン系の曲をお届けをいたします。ホレス・シルバーのナンバーでニカズ・ドリーム。
ありがとうございました。ニカズドリームというあの楽しい曲を、まあ、演者は大変なんですけどお届けをいたしました。ジャズのコンボっていうのはなかなかスリリングなもので、演者も次どうなるか分かんないけど、こうなったからには次はこういうふうに喧嘩を売り返してやろうみたいなことをやって、ね、演者同士でもなかなかバチバチの争いがよく繰り広げられるんでございますが、いいですね。なんか今日は一段とスリリングな楽しいですね。夏だからかな。いやもう6月中に梅雨が明けたり、めちゃくちゃ暑いのに全然セミが鳴かなかったり、どうしたんですかね。絶滅したなことはないよ。多分出てきて、まだ出てきてないんじゃない。絶滅してほしい。いやもう全然聞かない。蚊飛んでる？飛んでるか。ああそう、それはあんたの血が美味しいからじゃない。大型。まあそんな夏すぎて夏らしくないみたいな、なんか不思議な感じなんですが、もう皆さんね、あの私昨日熱中症でやばいことになったんですけど、あの三軒行けずに四軒から来てっていうぐらいあの大変なのがあったんですが、倒れたというかなんか金縛りみたいなのがあ、あやべえ動けんっつって、やばい。なんかそれでいっぱい寝たおかげか今日あのすごい頭が冴えててですね、まあ怪我の巧妙ってのは本当にこのことなのではないかと思うんですが、はい、いっぱい寝て、いっぱいお水を飲んで、たくさん注文していただいてですね、盛り上がっていただければと思います。続いての曲です。またまたフォレスシルバーが続きます。シスターセイディ。
LINE グループを見たらちゃんとシスターセイディって書いてありました、正しいです、シスターセイディをお送りいたしました、早いものでファーストセットは次の曲で最後となります。続いての曲は、というかファーストセット最後の曲はですね、The Shade of the Cedar Tree という、これはマクブライドが書いたのってことなんかね。すごいでっかいずっとニコニコしてるベーシストがいるんですけど、その人のデビューアルバムで、この曲は演奏されておりまして、同じアルバムでなんだっけ、ど忘れした、ダダ、なんだっけ、なんかベーシーのブルース、ちょっとど忘れした、ごめんなさい、をマクブライドベース1本でやってたりしますね。ダダ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 、スプランキー、スプランキー、スプランキーっていう曲を一人でやってたりする、なかなかすごいアルバムがあるんですけど、その中から1曲、お届けをいたします。シダー・ウォルトンがピアノを弾いてるからシダー・ツリーって書いてるのかな、多分ね。やろうねすいませんね、今日はチャットの方も盛り上がっておりまして、まあまあ、好きなように騒いでいただければいいんですが、いいですね、盛り上がってますね。掛け声ができない分、客席の皆様もチャットの方でちょっともういろいろ言っていただければいいんですが、チャット欄も盛り上げ、ぜひですね、我々の演奏がいいなと思いましたら、まさか出るとは思ってなかったろね楽しんでいただけたらいいと思います。それではファーストセット最後の曲でしばし休憩いただきます。 Shade of the Cedar Tree です。
ありがとうございました、これにてファーストセットを終わらせていただきます、しばし、休憩をいただきましてセカンドセットの方復帰させていただこうと思います、ありがとうございました。
めっちゃ嬉しい。ごめん。じゃあごめん。俺の話。やばい、気に入られた。今度からラファローもめっちゃ下バージョン。ピッチ鬼悪いラファローバージョン。どのことやってるのお前上手。
前は絶対にとりあえず呼ぶから呼んでからこうやってじゃあその真剣なのかおーいやろ楽しいご歓談を妨げて申し訳ありません。そろそろ残念ながらセカンドセットが始まるので静かにしていただかないといけないんですが、ちょうどピアノのところに誰もおりませんで、というのもですね、大阪音楽大学期待の星、2回生でございます、山本夏樹君を、ご一緒させていただこうと思います。曲はセロニアスモンクでしたっけね、ストレートノーチェイサーという F ブルースをお届けいたします。準備は大丈夫ですか。よし、じゃあセカンドセット盛り上がっていきましょう。ストレートノーチェイサー、
ピアノフォルテ山本夏樹ちょうど昨日誕生日で、成人をいたしました、初めてお酒を飲む動画を見せてもらったんですが弱いね多分ねあの死なないように気をつけてください、というわけで、これからどん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 出てくると思います、ジャズ化期待の星、やめとこ、山本夏樹ね、参加してくれたのに変なイメージをつけるのは良くないということでやめた私を褒めていただきたいんですが、また、残念ながら島田颯が復帰をいたしました、めでたく、次の曲へ参りたいと思いますが、次の曲がなかなかの難曲ですね。これはトニー・ウィリアムスが書いた、うん、簡単な紹介、シスター・シェリルっていう曲なんですけど、トニー・ウィリアムスの お姉ちゃんか、なんか姉妹兄弟の、シェリルちゃん、シェリル・ウィリアムスさんに捧げた曲で、なんか8歳何ヶ月かで死んじゃったみたいですよ。でそれでなんかお母さんがすごい悲しんでるから、その優しいトニーがお母さんのためにその癒えた傷をっていう曲です。それでこんな曲書くんやな、すごいな。なんかそう言われると我々もなんかね、真面目にやんなきゃなと思いますけど、この曲はドラマーが持ってきてくれたんですが、ね、あの管楽器、あの音の出るなんか こういう人たちはですね、なかなかもうヒーヒーながらやってるんですが、もう彼だけはもう楽しいって言って、今日のドラムセットもトニー・ウィリアムス仕様ということで、もう頭の中完全に仕上がってるということですね、今日も仕掛けぐるっておりますが、次の曲はドラムイントロから入るってことで OK ですか。はい、そんなもう成人はしてるよね。こないだそうか、あんたも6月か、フィフスメンやっと全員成人をいたしまして、初めてのライブかな。そうですね、20歳最初のライブか、そんなもうこれからどんどん老いていくばかりの広瀬純也の、ドラムソロからこの曲をお届けいたします。シスターシェリル。
Thank you.
シスターシェリルという曲をお届けいたしました。難しいね。残念ながら次の曲で、フィフスメン、元町2最後の曲となります。最後の曲はですね、クリフォード・ブラウン・ダフードという曲をお届けするんですが、最後にもう一度軽くメンバー紹介をしておきます。ピアノフォルテ島田隼人、ベース真畑裕作、トランペット笠山隆弘、ドラム広瀬純也、そしてテナーサックス、あとおしゃべりをいたしました石脇サンタでお送りいたしました。ありがとうございました。最後の曲に行く前に各々ライブ宣伝等ございましたら今のうちに。なんかない？あ、言っていい？ですね、大事なお知らせをもう言っていいよというのが出ましたので言わせていただきますと、また後日SNS 等でも、言わせていただくんですが、この5人のフィフスメン、レコーディングが決まっております。100番ホールでの録音かなというのが決まっておりましてですね、9月10月まあ世に出るのが11月かなぐらい、もうちょっとあとかな、ああ9月10月に1回ライブをしてその後に録音をして世に出るという感じでございます。いや違う、あんたたちがやんのって。すごいなじゃない という、前途多難じゃなくてなんだっけ、もう言葉が出てこないですね。前途多難はダメだな。将来有望な、この5人なんでございますが、8月は、少しお休みをいただいて9月10月にライブをしてレコーディング、そして、ジャズスタンダードが多めになるかなのレコーディングをいたしまして、まあ、CD になるか配信になるか、まあ、どっちもになるかちょっとまだ未定なんですが、させていただくことが決まっております。ぜひご期待をお願いします。他はない。よし、じゃあ休憩も済んだところで、最後の曲でございます。ダフード、
Thank you.
やるんならもっと拍を揃えてくれ、ありがとうございます。まばらなアンコールにお答えをいたしまして、最後の曲はもう、皆さんおなじみの、ボリビアという曲をお届けをいたします。島田隼人、前田優作、勝山田貴博、広瀬純也、そして石垣サンタでお送りいたしました。配信をご覧の方はですね、この配信演奏がいいなと思いましたらぜひ投げ銭の方の記録、そしてチャット欄の盛り上がりでもですね、我々の方応援していただけるとありがたいです。それでは最後のアンコールいきます。ボリビア、thank you.
5つ目、最後の曲、ボリビアでございます。騒がしくジャズなんて眠る用の音楽だと思ってる方は後悔してることでしょう。最後の曲ということで、もう最後まで、突き詰めまいります。どうする、もう一回言う。島田颯、前畑優作、勝山隆博、広瀬淳也、そして石垣サンタでした。8月はお休みいたしまして、9月まだ決まってないんですが、ライブをしてレコーディングをいたします。それまで、まあそれより後もですね、お書きをしていただければなと思います。まだまだ全員21、20のメンバーでございます。もう若々しい演奏を頑張ってやってまいりますので、これからも応援よろしくお願いします。フィフスメンでございました。全プログラム終了でございます。皆様、神田の後、ちょっとお店 の、 あの我々がやりすぎたっていうのもあるんですが、退店時間も、まあ、もうちょっとあるのかな、まあ、あのお早めの退店をお願いを申し上げます。ありがとうございました。